ハムスターマヤです。半年ぶりの最後のレッスンですね。皆さんお元気でしょうか。ハムスターモニターなんと、私は半年以上最後のレッスンがアップができなくて本当に申し訳ないです。ごめんなさいですと、本当は私は最後の動画をアップし続けるかどうかを考えました。で、いろいろ考えた上で、考えた結果と、これからも前みたいにもっともっとたくさんの最後の動画をアップしていこうと思っているのでと決めているので、皆さん前と同じように応援してくださいね。またこれからもよろしくね、お願いいたしますと。では早速新しいレッスンに入りたいと思いますと、今回のレッスンは私は何々が必要です。実は前のフィリピン語の講座ではこのレッスンを教えたことがあります。とこのトピック、このエクスプレッション、表現はとても大切で必要で、覚えるととても便利なので、こちらでも教えたいなと思っていましたので、今から教えさせていただきたいなと思っています。では始めます。はい、では単語の紹介からいきたいと思います。では始めます。はい、まずはサニナ、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 サニナというのは服のことです。サニナです。はい、次いきます。次はサパトス、サパトス、サパトス、サパトスというのは靴のことです。フィリピン語と同じです。サパトス、サパトス、サパトスです。はい、3番目はバライ、バライ、バライ、バライというのは家のことです。バライです、ハウスですね。いいですか。はい、3ページ目、ページ目トゥビング、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 トゥビングというのはお水のことです。トゥビングです。いいですか。はい、5番目はイムヌノン、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 イムヌノンというのは飲み物です。すべてですね、すべての飲み物がイムヌノンと言います。いいですか。トゥビング、トゥビング、イムヌノン、イムヌノンです。はい、次は形容詞になります。はい、まずは間違えましたまずはブグナオ、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 ブグナオというのは冷たいという意味です。ブグナオです。はい、2番目はマハロン、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 マハロンというのは高い、値段が高いという意味です。マハルだけでも OK です。マハルとマハロンは同じ意味で高いという意味になります。マハロンまたはブグナオです。はい、次に行きますと、バグオ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 というのは新しいという意味です。バグオですね。はい、最後になりますか、ダコ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 というのは大きいという意味です。いいですか。バグオ、ダコ、バグオ、ダコです。はい、最後になりますが、次は代名詞です。認証代名詞です。こちらは男系の認証代名詞です。男系の認証代名詞というのは簡単に言うと目的語です。目的過去代名詞です。動詞の動作を受ける代名詞のことです。はい、主語の反対ですね。いいですか。はい、ナコ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 というのは私のことです。いいですか。ナコ、私です。はい、次はニモ、ニモ、ニモ、ニモというのはあなたのことです。 You ですね、ニモです。はい、3番目はニヤ、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 ニヤは彼または彼女のことです。はい、4番目は人形、人形、人形、人形です。人形はニモの福助、あなたたちのことです。人形です。いいですか。はい、最後はニラ、ニラ、ニラ、ニラです。ニラというのはニヤの福助、
彼らのことです。ニラですね。いいですか？もう一回発音をします。ナコ、ナコ、ニモ、ニモ、ニヤ、ニヤ、ニンヨ、ニンヨ、そしてニラ、ニラ、ニラです。はい、以上です。次は例文の方に行きたいと思います。例文の方に移る前には、形容詞と名詞のつなぎ方を教えたいなと思ってます。さっき間違えました。では、始めます。はい、とても簡単です。今使うのは、マハロンとブグナオです。いいですか？マハロンは値段が高いですね。ブグナオは冷たいという意味です。はい、マハルンとブグナオの最後の文字を見てください。両方ともシーンですね。シーンというのはあいうえおじゃない方です。いいですか？じゃない方の、文字です。いいですか？シーンですね。N と W ですね。形容詞の形容詞の最後の文字がシーンの場合はプラスがです。いいですか？いいですか？がです。が。多分発音しにくいとは思うんですけど、日本人はいつもですがって言うじゃないですか。忙しいんですが、そのががこのがです。同じです。いいですか？もう一回説明しますよ。形容詞の最後の文字が C の場合はプラスがです。いいですか？プラスがです。がプラス名詞です。簡単ですね。形容詞プラスがプラス名詞です。そう、例えば、マハロンが何々です。マハロンが何々です。例えば、高い靴の場合は、マハロンがサパートス。マハロンがサパートスになります。いいですか？はい、次、ブグナオの方に行きますよ。ブグナオも W、シーンですね。だから、プラスがです。はい、例文じゃなくて、例えば、ブグナオが、ブグナオが、トゥービッグ。ブグナオが、トゥービッグ。冷たい水になります。いいですか？ WC なので、がです。いいですか？はい、次、いきます。次は、形容詞の最後の文字が、母音の場合の、ボイの場合です。いいですか？はい。ダコ、ダコ、ダコ、バグオ、バグオ、バグオ。両方ともオで終わってますね。それはボインですね。ボインの場合はプラスエンジです。プラスエンジ。でもこのエンジは離れるんじゃなくて、つなげるんですよ。だから、ダコなん、バグオなんじゃなくて、ダコンになります。バグオンになります。いいですか？ダコン、バグオン。ダコン、バグオン、プラス名詞です。で、先のバライ、家を使いますね。大きい家、大きい家を言いたいときは、ダコン、バライ。ダコン、バライになります。ダコン、バライは大きい家ですね。はい、次は、バグオン。バグオン。バグオン。プラス名詞。例えば、先の服を使います。新しい服を言いたいときは、微細語では、それは、バグオンサニーナ。バグオンサニーナになります。いいですか？はい。大きい家は、ダコンバライ。新しい服は、バグオンサニーナです。はい、以上です。よくわかりましたでしょうか？はい、では最後に例文の紹介をしたいなと思ってます。では、Let's start!、はい、今回の文章、センテンスパートというのはこちらです。キナハンランナコオグナニナニです。キナハンランナコオグナニナニです。キナハンランというのは、いる、いります、必要だという意味ですね。現在形です。いいですか？キナハンランですね。で、ナコは私です。私。目的語の私です。いいですか？で、そして、オグです。オグというのは、日本語で言うと、助詞のウォに近いです。いいですか？
調子のをに近いです。ご飯を食べるのをですよ。おごはいいですか。で本当は OG っていう風にスペルする方々も結構いらっしゃいますが、 UG っていう風に UG こんな感じです。 UG を UG でスペルする人もとてもいっぱいですスペルはどっちでも OK です。セブとかでは OG でスペルする人の方が多いみたいんですけど、多分ダバオでは、それとも私だけが考えているとはかもしれませんけど、 UG をスペル人が多いです、はい、私も UG というふうにスペルしますが、インターネットで調べてみたら OG だって書いてあるので、そのままコピーしました、はい、どっちでも大丈夫です。わかります、理解できます。いいですか。はい、もう一回発音しますよ。キナハングランナコを何々です。こちらに入るのは名詞ですね。いいですか。私は何々が必要ですという意味です。はい、では例文1に行きます。キナハングランナコをバグオンサニーナ。キナハングランナコをバグオンサニーナ。キナハングランナコをバグオンサニーナ。日本語では私は新しい服が必要です。私は新しい服がいりますという意味ですね。キナハングラン必要ナコ私オグワをまたはがです。この場合はがですね。がいります、なのでがにしますよ。でバグオンは新しいで、サニーナは服ですね。エンジ、なぜかというと最後の文字がオだからです。こちらが名詞と形容詞のつなぎ方になります。いいですか。キナハングランナコオグバグオンサニーナは日本語で言うと私は新しい服が必要です。いいですか。はい、2番目に行きます。はい、2番目はキナハングランナモオグダコンバライ。キナハングランナモオグダコンバライ。キナハングラン必要です。ナモは私たち。ナコの複数形です。ナモ私たちです。オグダコンバライ、ダコンバライ、私たちは大きな家が必要です。私たちは大きな家が必要です。マヤは大きな家は必要ではありませんディリナコキナハングランですはい、3番目はキナハングランニアオグマハルンガサニナ。サキヤナンサキヤナンは乗り物のことです。さっき紹介するのを忘れました、すみませんでした。はい、キナハングランニアオグマハルンガサキヤナン。キナハングランニアオグマハルンガサキヤナンです。サキヤナンは乗り物ですね。マハルンは高いんです。で、円で終わっているのでがになってます。で、オグはをなんですけど、この場合はがですね。がいります、が必要だからですね、日本語の文法では。はい、ニアは彼または彼女のことです。で、キナハングランは必要です。日本語でまとめて言うと、彼女または彼は高い乗り物が必要です。いいですか。はい、最後の例文になります。キナハングランニラオグブグナオがトゥビン。キナハングランニラオグブグナオがトゥビン。キナハングランニラオグブグナオがトゥビンというのは、彼らは冷たい水が必要です。いいですか。一個ずつ説明させていただきます。トゥビンはお水ですね。ブグナオは冷たい。ドボリュー、シーンで始まっ、終わっているのでがです。ブグナオがトゥビグは冷たい水。ウォグ、ウォグじゃなくてオグはが、がで、ニラは彼または彼女の複数形、彼ら彼女たちのことです。で、キナハングランは現在形の必要ですね。いいですか。はい、キナハングランニラオグブグナオがトゥビグ。キナハングランニラオグブグナオがトゥビグというのは、彼らはまた彼女たちは冷たい水が必要です。はい、では今回のレッスンはここまでにします。
質問とか他に習いたいこととかがあれば、ぜひ下のコメントのボックスに書いてくださいね。今回のお久しぶりのレッスンはどうでしたか皆様難しかったですか、簡単でしたか、楽しんで勉強いただけたらいいなと思ってますしていただけたらいいなと思ってます。はい、では次のレッスンでまた会いましょう。パーロンポ、マラミサラマッ。